世界一大きい泳げたい焼き君を釣り人が釣り上げた何人で食べれるか。釣り人が驚くべき記録的なサイズのたい焼き君を釣り上げました。この巨大な魚は世界中で注目を集め、多くの人が知っています。しかし重要な質問が浮かび上がります。このたい焼き君を食べるには何人分の料理が必要でしょうか。詳しい分析により、この大きなたい焼き君はおよそ50人分の料理に使うことができます。一人当たりの量が多くなるため、少人数で分け合っても十分な食事を楽しむことができます。このたい焼き君は釣り人や地元の人にとっても特別な存在です。彼らはこの驚くべき魚を調理し、ぜひ多くの人と共有したいと考えています。釣り人たちはこの大物を釣り上げるために多大な努力と時間をかけました。彼らにとってこのたい焼き君を食べるという目的は、さらなる喜びや充実感を与えてくれます。このような記録的な魚の発見や経験は、私たちにとっても貴重なものです。世界中の多くの人がこのたい焼き君と共に素晴らしい思い出を共有できることを願っています。